今日はですね、多摩地にあるシメステーキさんにお邪魔しております。でこちらですね、深夜4時ラストオーダー、クローズが5時までということで、岡山県内でね、一番遅いステーキ屋さん、遅くまでやってるステーキ屋さんと聞いております。で結構ね、ビッグサイズのお肉あったりしてね、気になるんですよね。何度かお邪魔したんですけども、今回はね、おすすめがあるということで皆様をご案内しようかなと思います。それでは失礼します。メニューは、こちらになります。飲み物もたくさんあります。ちょっとね、飲み屋終わりに寄ってみようかなっていうような雰囲気の、まあ、アクターとかね、なんかそんな感じじゃないですか、雰囲気的に。こういうお手頃なものもあります。ちょっとね、あのトマホークステーキすごい気になるんですけど、はい、これはもう3、4人前ってことですか？そうです、これ、あとね、1.2 キロございまして、1200グラムですね。これもう、一人では無理ですよね。たまにね、一人でチャレンジされる方いるんですけど、部位でしたら、こちらのリブロースと同じなんですけど、形が斧みたいな感じから、トマホークという名前になってるんですけど、はい、V で言えばディブロースの V です。なるほど。団体のお客さんだったりとか、家族連れだったりとか、それかもう仕事終わりにちょっと一人でチャレンジしたみたいっていう方が
一人でガッツリ食べる人もいますね。なるほど。焼くのにちょっとねやっぱり50分ぐらいかかるんで、はい、予約して、あなるほど、いただくのが一番ベストかなと思います。なるほど。まあ、でも大体皆さんやっぱりこっち側ですよね。そうですね、メインはこちらですね。なんかその今でいう忘年会だったりとか飲み会にちょっとみんなで食べてみようかっていう感じでトモホークだったりとか、はい、っていうのが出る状況ですね今の。まあ今日見られてるあのご視聴者の方もなかなか手がつきづらくて、はい、みたいな方はもうこのそうです ですね、そちらが、はい、おすすめされてますね。グラムでまた違うので全然。でもこの深夜帯でもまあ全然いいっていうか安いですよね。ですね、はい、ですよね。普通に言ったら全然めちゃめちゃ高いんですけど結構ね、この価格でご飯と、はい、スープがついてくる、はい、ね、ご飯食べ放題ですか。食べ放題です、はい、スープも食べ放題でしたっけ。飲み放題です、はい、あ飲み放題ですよね。そうです、はい、へえですね。まあでもちょっとネタとして今回はこの、はい、トマホークステーキを。ちなみに全く知識がないんですけど、なぜこういう感じで刺してるんですか。今ちょっとね、解凍までに 全解凍されてないんで、ちょっと火を通りやすく。あ、なるほど。はい、本当でしたらその解凍しきって焼いた方がいいかなと思うんですけど。お待たせしました。トマホークになります。失礼します。
もうこれでいただいても大丈夫です。はい、ちょっといただきますね。はい、塩かけたってことはもうこのままいただけるってことですよね。はい、ガッツリ。もうなんか無駄がないですね。そうですね。もう脂身もちゃんとしっかり落ちて、はい、なんかまさに締めですね。ですね。じゃあ葉わさびをいただきます。はい、これもそんなにわさびっていうか辛くないですね。辛いそうです、ね、来ないですね。はい、全然。あとそこにスパチポン酢入れても美味しいですね。あ、そうなんです。ちょっと入れてみますね。はい、結構入れた方がいいですかね。はい、してください。だいぶこれぐらいですか。もっと入れた方がいいですか。あ、そのくらいです。はい。はい、いただきます。うん。結構バランスがいいですね。めちゃくちゃ。そうですね。はい、スダチのなんかその酸味というかその酸っぱい感じとこのわさびの部分がうまくなんか結合できて、はい、もう一回ちょっとつけて食べようかな。結構個人的にはこれは好きかもしれないです。うん。もう間違いないですね、これ。間違いない。いただきます。うん、なんかちょっと甘みを感じるんですけど、はい、これは一体中にはあれおろし生姜とかおろしニンニクとかを混ぜて、でもこれ食べやすいですね。食べやすいです。もうこれはもう王様から大人まで白飯が食べたくなる。あ、もう絶対感じですね。はい、はい、ありがとうございます。そうですか。できます。うん。なんかこれも買いますね。洋食屋さんになりますね。そうですね。映画そうだ。うん。全然これもありだと思います。うん。うん。あ、はい、ですね、日曜日と祝日が12時までです。18時オープンの12時までです。で、平日の方が18時オープンの朝の4時までやっておりますので、ぜひ朝まで食べに来てください。もう誕生日会だったりとか、あとはこれから始まる新年会の、飲み会だったりとか、そういうコースのお客さんも、メインに取り扱ってます。金額設定をしてもらったらその金額に合わせたコースも作れます。指名ステーキで一緒にバイトを募集しているので、ぜひ一緒に頑張ろうっていう人がいてましたら、ぜひ、募集もしてますのでよろしくお願いします。ちなみにはい、いやらしい話なんですけど、はい、特典みたいなのあるんですか。まかないがあったりとか。あ、もうそれはもうやっぱりお肉好きな人も募集してますね。まかないでステーキ食べれますので、ぜひ、はい、そちらも、はい、ぜひお肉好きな人お待ちします。はい、はい、いや今日本当にありがとうございました。はい、こちらこそすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。すいません、ありがとうございました。
すいません。じゃあまた、はい、何かあれば連絡。失礼します。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。